皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒントは、神は細部に宿るというお話をしたいと思います。私はですね、デザインをやる人です。写真も撮るしウェブデザインもやるし、もともとインテリアコーディネーターだったからカラーとかもやりますし、パースとかも書くし、インテリアコーディネーターの流れとつながりでテーブルコーディネーターとかもやってたこともありますし、カラーコーディネートもやるし、パースも書くしCADも書くみたいな、まあ、デザイン関係も結構やってたんですよね。それでデザインの方って、まあ、職人かたぎにやっぱりなりがちなんですけどね。例えばその構図とか画角を決めるときに、まあ、いろんな写真たくさん撮るんですけれども、ホームページとかに載せる写真、本当の本当の勝負写真とかはやっぱ相当枚数撮りますしね。1枚の写真をウェブサイトに載せるために100枚とか200枚撮るときあります。超真剣な時はですよ。まあ調子がよくってまあまあこれぐらいでいいかなって言っても30枚ぐらいは撮るかな。であと写真展とか出すっていうとやっぱり相当の枚数撮りますよね。その中からセレクトして組写真を組んでいくので、でそういう感覚っていうのはこう研ぎ澄まされた、まあもしかしたらある意味自己満足なのかもしれないんですけれども、要はそういう一番いい状態でお客様におうって思ってもらえるものを作るっていうことに対するものづくりのこだわりっていうのがやっぱりあったりしますので、そうすると例えばその、まあ、これぐらいでいいやっていうブランドで写真を出していく、いろんな文章も出していくっていうとこれぐらいでいいやブランドが定着していっちゃうんですよね。だから私いろんなものをデザイナーとも一緒に作りますけども、クオリティチェック、これはお客さんの目からこういうふうにして見えるからこれをこうしたいっていうのはデザイナーのもちろん力量とプライドは理解した上で、まあ、意見をお伝えして直してもらうっていうのもあったりしますし、ウェブサイトベースで言うとピクセルっていう言葉を皆さんがねご存知かどうかあれなんですけど、ウェブサイトの画像サイズとか、まあ、線の細さとかそういうものを決めていくときにピクセルっていう単位をまあよく使っていくんですけども、1ピクセルのラインの太さ、2ピクセルなのか1ピクセルなのかっていうのをスマホで見たときにちょっとね印象が違うんですよ。やっぱりエレガントな印象にするためにその1ピクセルを細くするかしないかっていうのをこだわって、ここはもうちょっとエレガントなイメージで見せたいからって言って1ピクセル細くした線に変えてくださいとかね、そういうレベルまでお願いすることあったりするんです。だから高橋貴子はそのブランドという部分においてはまあ、デザインとかにもこだわることも含めたトータルで、まあ、コンサルティングをしているっていうのも私の、まあ、自分の中で持ってる売りだし自負だし、その感性と感覚っていうのは数字だけで売り上げを上げるだけっていうのとはまたちょっと違う領域になってきて、その人らしさが一番最大限に表現されるように、プロデュースをする表現をするっていうそのあたりに、ね、なってくるので、気持ち的にはですねやっぱりそういう妥協ができないところもあります。時間の問題で妥協することとかはありますけど、クオリティには時間の中で最大限のパフォーマンスを出すっていうのを決めているので、そこはね妥協はしてないですね。なので神は細部に宿るっていう言葉がね、芸術的な部分でよく使われる言葉があるんですけども、その一つの仕事のクオリティをなあなあにしないで引かないところは引かないっていう一つのラインを作っていくと、それがブランドにやっぱりなっていくなというふうに思います。なので海外から の方で電子書籍のコンサルティングとか、私スカイプとかね、ああいうチャットを使ってお伝えするときに、まあ、海外の方ですからキーワードで基本私のウェブサイトを探してくるわけなんですけども、まあ、いろんな方、男性の方も含めてですね、ウェブサイトを見たときに、まあ、やっぱり本をきちんと出しているっていうことと、デザインがおしゃれで
女性の人だったから頼みたいと思ったっていうのも大きな動機になってたりするので、デザインのクオリティをそこに揃えるっていうふうに決めてやると、まあ、ある意味自動集客になりますよね。海外ですから。だからそれが一つのクオリティっていうブランドを確立していくためにも、自分なりきの基準を決めてそこを譲らないって決める一つの大きな判断値、例えば文字のグレーの色も何パーセントグレーにするのかとか、背景の色とかもどこまでこの色にしてってどこまで混ぜてって明暗度どれぐらいとか、そこまで詰めた話とかする時もあるので、まあ写真を撮る時も当然自分がモデルになるにしても、自分が、被写体であり、まあ、プロデューサーだからどういう自分であるべきかっていう絵を見ながらやるんで、めちゃめちゃ客観視した状態で写真撮られてるっていうのがありますのでね、そういった こだわりっていうところは、自分 のこだわりは、ある程度のとこまできっちり表現していく部分には発揮した方が、お客様から見た時にこの人はこういう人なんだっていうので、見た目的にもね、信頼してもらえるんじゃないかなっていうふうに思いますので、安易に妥協しない方がいいっていうことですね。時間がない時にはこだわりすぎてもいけない。だけど神は細部に宿るっていうことで、ピーンとしたそのつま先の先まで神経を行き届かせたサイトを作ってる人とそうでない人っていうのは一目瞭然だなっていうふうに思うので、私はそういうふうに考えます。ということをお伝えしたいと思います。それでは。